どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回は聖なる夜のトナカイ上級をですね、初見で挑戦していきたいと思います。使っていくのは、先日、いや、今日ですね、今日当てた、終末を告げる一括寿司、アリマということでね、これを3度で使っていきたいと思います。まあ一応互角させて、ステータスはね、こんな感じなんですけど、潜在能力が本当に優秀で、敵がスキルを使用しなかったターンは3回まで接触攻撃を回避するって、これ結構すごいんですよ。まあまあ見せればわかると思うんですけど、シュンシュンって避けるんですよね。で、まあフレンドのクイーン系ナルカミに新たですね。で、僕の、週末アリマはメインに、笛口2で、サブにナルカミを持たせてます。笛口に持たせたのは敵の注目を集めるんですよね。まあ、スキル使われたらちょっとあれなんですけど、敵の注目を集めるんで、まあ避けつついけるんじゃないかなと。3回まで避けれるんでね。で、断罪は相変わらずフォローになる神。あれですね、言ったっけ、笛口2のサブになる神を持たせて、断罪の、フォローのサブになる神を持たせてます。なる神3本持ってたんですけど、ちょっと1本合成させちゃったんですよね。で、平子は、なごみと、新た、SSR 新たですね。よし、行きましょう。バトル開始。いや、素晴らしいパーティーだな。いやー。さあ、まずは2個ですね。プレゼントは、あたし。さあ、始めよう。まあ何も情報見なくても勝てるでしょうっていうクソなめプレイをやっていきたいんですけど、ここかな。まがまがしいな、クイーン家が。はい、104万ですね。あ、2個倒したら次のステージ行くんだ。で、月山と10日、月山と10日っていう組み合わせはどうなんだ。さあ始めよう。次断罪。でも敵に攻撃させてあげたい、あげたいんだけどさ、俺の週末アリマが避けるとこを見たいんだよ。避けて、ああこれはスキルかな。スキル使っちゃったらあれなんですけど、まあ倒しますか。ああ次んとこで使ってもよかったな。どうしよう、こんな感じかな。火力を上げつつ、敵攻撃してきてほしいんだが、何やってんだよお前。そういうキャラじゃないよな。これ最初見た時クソ吹いたんですけど、これまさかお前死んだりしねえよな、これで。スンスンこれをね見せたかった。このスンっていうのね見せたかったんですよ。すごいな。じゃあこれでおしまいっと。まあこれはなんかあれなんですかね、クリスマスをこうイメージしたステージなんですかね。すっげえ目がチカチカするんですけど、回ってるしな。綺麗だな普通に。てか水色の結晶って何の効果だっけ、今まであったか。あ、ランク上がるんじゃね。あ、上がりましたね。あースノードーム、なんかこれで交換すんのかな。あいつ手に入んのか。ということでね、今回は週末アリマを使っての、なんだっけ、なんちゃらのトナカイ、あ、聖夜のトナカイとかそういう感じのイベントでした。非常にシャチさんがね面白かったですね。ということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。